勝木ひろみは、宝塚歌劇団月組の元宝ジェンヌ。神奈川県藤沢市、片瀬出身。公演中に、舞台機構の回転軸に巻き込まれて、事故死した。湘南白百合学園小学部、中学部の同級生で、中学卒業後すぐ、宝塚歌劇団に入った、松島美奈子の影響で、湘南白百合学園高等学校中退で、宝塚音楽学校入学。 愛称は、ひろえちゃん。初舞台は1954年4月の、春の踊り。宝塚入団時の成績は51人中17位。1958年4月1日に、宝塚大劇場で行われた公演に出演中、着用していた衣装ドレスの裾が、セリーの駆動部分に巻き込まれて死亡。去年23、1958年4月花組公演、春の踊り。 花の中の子供たち第十二場トランプの国の場で事故は起きた。恋人同士のハートの六とハートの七はトランプの国のキング、クイーンの怒りに触れ、殺人光線を浴びせられ、競りで舞台会沈んでいく。ハートの七役を演じていた、日夏つゆりが風で救援したため、3月31日昼の部から勝つが代役を務めていた。相手役のハートの六を演じるのは偶然だが、 長男白百合学園同級生の松島美奈子だった。松島のこの事件の回想によれば、31日昼の部、夜の部、4月1日昼の部は問題なく終わった。夜の部午後6時25分頃に事件は起きた。キングのボタンじゃのセリフでキリキリという音が出され、 同時に、恋人男女は観客に向かって抱き合って苦しむ、表情で客席に一番、近い一番競りに移る。ハートの6が客席から向かって、左に、ハートの7が右である。二人が競りに乗ったと同時に、競りは降下し始める。松島の衣装は体にぴったりついたタイツ姿、勝木は円形スカートであった。松島はトランプの国の場が終わった後、 早変わりですぐ次の役に奮しなければならなかった。そのため、姿が客席から見えなくなるとすぐに体を振りほどき、相手役に大きにといった後輩を向け、競りが下がりきるのを待たず、奈落に飛び降りて、早変わり室に向けてかけていった。松島はこの日、飛び降りて散歩くらい走った時、背後で、やめてという叫びがしたのと同時にバリバリという音。 何かが飛び散る音がしたのを聞いた。驚いて振り返ると、ローザイクの人形のように、無表情な勝木の顔と、衣装ドレスの赤い生地が、セリのシャフトに絡みついて回っているのが見えた。この間1秒程度であった。松島の衣装の背中には、血しぶきがかかっていた。勝木の衣装ドレスには裾を広げるための幅2センチ、厚さ1ミリのスチールベルトが腰回り、膝、 裾その3箇所にそれぞれ直径約60センチ、70センチ、1メートルの輪になって取り付けられていた。衣装ドレスの裾がセリーのシャフトに巻き込まれたため、セリ台の枠の鉄製ベルトと部隊を支える、鉄製アングルの支柱の間に足を挟まれたまま引きずり込まれ、腰回りのスチールベルトがかつキの胴を締め付け、体が真っ二つに切断され即死してしまったのである。しかし、 勝木の切断部は衣装ドレスで覆われていたため、松島は勝木が死亡したことを認識できなかった。動転した松島は止めて止めてと怒鳴りながら、早変わり場に駆けつけた。次の場もあるので、とりあえず衣装をつけたが、その時勝木が死亡したことを聞き、松島はその後の記憶を失った。後に、松島が周囲にいた者に聞いたところでは、その時の彼女は泣きながら、 勝つの名を大声で呼んだり、私が代わりに死ねばよかったと叫んだりしながら、暴れるなど、反響乱だったという。医師の死亡診断書によれば、勝つは腰の部分で切断され、右足が押しつぶされ、左足は膝下が骨折しており、上半身は異常がなかった。宝塚市を管轄している兵庫労働局、西宮労働基準監督署は、勝木きひろみの死を、 労働災害士と認定した上で、以下の点を宝塚歌劇団に警告し、設備の改善まで安全な大ゼリを除く6台のセリを使用禁止にした。セリ台の周りにむき出しになっている、スクリューシャフトや舞台を支えている、鉄製アングルなどに出演者が巻き込まれたり、挟まれたりしないように、セリの機械装置とセリ台を隔絶する、蛇腹式の安全装置をつける。 舞台衣装の面でも事故の直接原因となったスチールベルトは禁止し、竹ひごのように引っかかっても切れるような材質のものに変える。競り台の上下するスピードを落とす。実地検証に当たった兵庫県警宝塚警察署の署長は絶対に不可抗力の事故とは考えぬ。どこかに過失があったと思う。と語り、同署刑事課長は 事故の起こった1号セリの開始動作を操作していた、公園係長は仕事の上でどの程度の責任と義務を負わされているかという点で業務過失の有無が決まるわけだから今の段階では何とも言えない。勝木さんはあの狭い舞台で、そマあり約3メートルもの衣装ドレスを着用しており、しかも直径10センチもの太いスクリューシャフトが剥き出しのままかなりのスピードで回転しているので、 誰が見ても危険だ。ああいう舞台では、事故の起きないのが不思議なくらいで、舞台機構上の大きな手落ちと見られる。と、新聞記者に述べ、業務上過失致死傷罪などの刑事責任を、宝塚歌劇団、大劇場関係者に追及する姿勢を示した。しかし、その後宝塚歌劇団、大劇場関係者が、勝木の死の刑事責任を追及されたか否かについては、報道されなかった。 この日の公演は、事故の時点で中止となったが、翌日から公演は再開された。春の踊り、花の中の子供たち自体は好評で、翌月も月組で続演された。事故当日の上演に、宝塚音楽学校を本科生ながら、舞台実習として参加していた、岸香織は、約40年後に著書、虹色の記憶で、次の瞬間、舞台が激しく揺れ、ギャーン。 というものすごい悲鳴が、まさに断末魔の悲鳴が我々の耳に突き刺さったのだと、回想している。4月3日、下宿先での密葬、11日宝塚音楽学校3回行動での宝塚歌劇断奏の後、勝木博美のラビに付された遺骨は実家へ搬送された。4月15日に、東京都墨田区にある、実家経営の工場敷地で葬儀が営まれて、 団員関係者ら約380人が参列したという。改名は、勝木きイング税見え大師。5月20日には、宝塚音楽学校校庭に、慰霊品が混流された。勝木き美の墓所は、東京、東学寺。今日、公式の宝塚歌劇団史上ではこの事件は、抹消されているが、岸香織によれば、旧宝塚大劇場実在時には、 毎年4月1日に、旧宝塚大劇場奈落1号競りの下に喧嘩が行われて、公演中の宝塚歌劇団生徒たちが追復を営んでいた。しかしその行事も、旧大劇場を取り壊しと共に挙行中止になった。旧宝塚大劇場解体を控えた1992年9月18日に、音楽慰霊祭が挙行されたが、これは758人の個人となった。 宝ジェンヌ、歌劇団関係者を追悼するもので、勝木博美を主とするものではない。勝木博美遺礼碑宝塚音楽、学校休校車敷地内の遺霊碑には、毎年4月1日に本家生が喧嘩を行っていた。男を移転後も有志によって喧嘩が行われている遺霊碑は、現在は向こう側沿いにある宝塚音楽学校駐車場内に安置されている。 表に総書体で告示された、金石文は、目に、涙こよいは、月のなきものを、甲府桜が、薄明りせり白蓮という柳原美白蓮の勝木広見の死を痛む、哀悼家である。裏側は、会書体で、昭和33年4月1日大劇場の舞台の、上に行く勝木広見去年21歳志向、本堂正宏という名文が告示されている。宝塚大橋、 阪急電車からも慰霊碑の所在を確認することができる。ありがとうございます。